トムリトンでーす。今回はチームチャットで世界最強底辺レスバトルをすると火力が伸びるということについてやっていきません。やるわけないだろそんなの。もうチームチャットは報告するためにあるんだよ。っていうかな、あれだからな、もう楽しくゲームはやりましょう。っていうかもう本題に戻るけどさ、まあ、今回何やるかっていうと、ショットガンで覗き込みボタンを連打してると火力が伸びるんだよ。で、これもっとすごいのが誰でもできる、低ランク帯でも誰でもできるわさ。まあね、こんな誰でもできるっつってもね、もうなんかブロンズ帯のね人とかね、俺このゲームやると下手くそだからメルトンがよくやる変な打ち方真似できないとかね言ったりね、このゲームキャラが動かないとか言ってね、もう充電のないマウスとコントローラーを使ってねやってる、なんかコッパー帯とかブロンズ帯の人でいっぱいいるんですけどね。だから言ってるじゃん毎回誰でもできるって。俺ほんとさ毎回動画で言ってるけど、口を慎めよブロンズ。なんでさ俺が毎回誰でもできるっつってのにさ、コメント欄でさメルトンが上手いから僕には真似できませんっていうの。もうとにかくね、今回は本当に簡単に誰でもできるから、もう見ててくれ。もう今ね、俺この動画上手くなりたいために見てるだけなのに、なんで俺こんな言われてるの。ミリ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 とか言ってなんかちょっとねお漏らししてると思うんですけど、もう床拭きながらもう画面見なくていいからもう見ててください。あ、ちょっと実験台来たね。ほら火力伸びるんだよ、これやばくない。でもうなんでね低ランク帯でも誰でも真似できるかっていうとね、この連射できるショットガンってこれ普通に使ったら人間じゃなんつ制御できない反動なんだよ。なんかね、なんつうのかな、こう3日間ぐらいお風呂に入らずにもう俺はゲームの世界で生きていくみたいなね、もうなんか暗黒の匂いのするオタクが、もうこのゲームを 極めたオタクがようやく反動制御ができるぐらいのクソむずい武器なんだよ。だからそういう武器だから一般人には俺でも無理なわけよ。だからこの打ち方をすると反動が若干なくなる打ち方で火力も伸びるから誰でもマジでできんだよ。原理を後でも説明するとちょっと敵が近いから今説明してらんない、いつ来るか分かんないんだけど、いやこれ絶対いるんだよな。でもお互い気づいてそう、は気づいてないじゃん。おあるちえやばアラビアンエディションでイージーって言ったわ今、もう余裕すぎるわ今。来たぞ、ちょっと待って、俺が見せるときお前ラスキル取るな、俺の獲物。おいこれ見た、てかねちょっと近距離すぎてね、お前ごまかすためにあえて近づいて撃つねみたいな、遠距離で撃ってみろよとか思ってそうだから、まあもうちょいやるんですけどね。めっちゃ強いこれ。もうみんながねこれ疑問に思ってると思うけど、どうして覗き込み連打すると火力が伸びるんだよ、都合のいい嘘見つけただけなのかよとかね多分切れてると思うんですけど、そうだよ違いますけど、違います、そういうわけじゃなくてこれ本当に火力が伸びるんだよ。まあどうしてかっていうね原理をこれ説明すると、これどういうことかっていうと、このゲームってなぜかショットガンで覗き込むと、銃を覗き込むと火力が上がるんだよ。ここまでは知ってるよね。ただ覗き込んで撃つと反動がちょっとでかすぎて、なんつうの、連射する武器とかだと無理なんだよ。なんだけどこれを覗き込む瞬間のあの目の錯覚を利用して反動をなくさせるっていう、そういう小技なんだよ。頭良すぎない？もう天才だと思ったねこれ。もうだからね、もう見ててください。もう低ランク帯じゃ僕は真似できませんとかね、ずっとね、コメント欄で書きまくって、俺の営業妨害をしてるね、ブロンズコッパー隊の人たちも見ててください。悲しみを背負いながら。ミリ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 、あ、10センチ、顔出したとか言いながらちょっと見ててください。あ、俺これ最強の火で見せてあげるよ。FPS はね、これ火でって言うんですよ。戦い方。これ、カメラ壊すでしょ？今の階段で。そうすると、あ、あいつ多分帰ったと思うわとか言って報告してるから、お、マジたかし俺今階段降りるわみたいな、多分報告を敵にしてるこれ。味方にか、相手は。いやバレてないと思う。あ、嘘でーす。あ、嘘でーす。何？じゃあ、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 なんで嘘ですって言ったの。いや、こういうこと、こういう感じで倒せるんだよ。もう本当に相手に誤報を、なんつうの、伝えるんだ。わかる？今階段で壊して降りたかのような演技を見せて、あえて登って階段に、階段ってか入り口に立つって、
マジで使えるんだ。てかもうね、ショットガンで連射するなんか技とか今覚えなくていいから、今の俺がやってた技多分みんなやってみ、ぶっ刺さるから。あのね、これね、大会でも刺さるんだけど、大会でやるやつってライブドローンつって、ドローンの真後ろに味方をつけるんだよね。ただ高ランクとかダイヤぐらいだとそれしないからね。おー、いるじゃんお前、倒してやるぜ。え、隠れたのに今、なんで今やられたの俺。お前しばきしばきしばき、おいナイス、もう笑われたんだけど。もうさ、チームチャットやるんだけど、もうなんかレスバトルが始まる、なんか仲間内で、なんだよこれ。もうもうもうあーって感じ。俺もミリミリミリ、あ、5センチってやっていいかも。俺今ね、エラのショットガンにアングルファーグリップつけてるんだけど、もうなんか本当に反動でけえなーって人はもうバーティカルつけた方がいい。でかすぎ、壊れるわ。行くよ行くよ、ほ行くよほら行くよとか言ってる、もうなんか人は本当にバーティカルおすすめ。もうやめてくれ、絶頂しないでくれ、全連で対象動画じゃないのかよって言って、ね、勘違いしてる人ね、思考がちょっとイカれてる人がいると思うんですけどね。いや絶頂しないんですけど、どうしたんですか。あのあれだから、母親にこうなんつうの、コントローラーを買うお金をもらうために行くよさんを呼んだだけ、もう母親の名前を呼んだだけだから、もう行くよ行くよっつって、コントローラー壊れたから買ってーみたいな。かかったなお前、いらねえよそんな金よ俺。そういうことだ、こういう感じ返り討ちにできるからな。もうちょっと言ってるよ、俺も意味がわからない。そういうこと。とにかくね、俺はアングルフォアグリップでもある程度反動制御が効くけど、大体の人はバーティカルつけた方がいい。え？あ、びっくりした。危ねえ、危うくこのショットガン弱くねって言いかけたわ。危ない危ない。あ、やられてんじゃん。どこにいんのそれ。すんげえ遥かから遠くから撃ってない。あ、この落としだ、落としたい。いや、アリバイのガジェットを壊すためにわざとやってんじゃないこれ。逃げる先を、なんつうの、エスケープポイント。あん！探したいだけ。カタカナ使ったけど、逃げ道をね、こうなんか撃った後すぐ逃げられるようなね、仕組みを作っとかないと、このゲームすぐしばかれるからね。あれ、これどっち行った？なんか俺の窓の方に近づいてくると思うんだよな。あ、いる。俺の鼓膜がそう言ってますよ。左耳にいる、これ。左にいる、左。いや、こいつなんかカメラ開かねえかな。うん、下飛び出してなんかもう覗き込みレンズするんだけど。あ、リロードしてる。あ、いって、おい、今ブリーチング弾今体に入ったんだけど、やばすぎ。今ブリーチング弾俺の体に着床したぞ今。いや絶対そう、ほら入った今。スローで見たらわかる。いや延長マッチポイントとかでショットガン使うと緊張するな。なんかもう周りの目が厳しいもん、なんとなく。でもさ、このゲームってさ、好きな武器とか使ってるとさ、みんな顔が怖いような感じするよね、雰囲気が。あ、やばい、4対2やべ、サービス終了しちまうこれ。やっぱ俺の見せ所さんがなくなると俺的にはすごい悲しいことになってしまうんだけど、え、ちょっとシールドうまく使って俺が楽にショットガンでしばけるようにしとくか。わお、おら、すっげえ強いから。でも俺エラボをかかった瞬間にとつる戦法マジ誰でもできるからな。え、なんかこれ万が一なんつうの、本当に地獄みたいな下手くそな人は、あの投下交換って言って自分もやられるけど、自分もやられるけど、なんつうの、相手も倒せるみたいな道連れ戦法でエラボをかかった瞬間突っ込んでショットガンで刈り倒しに行くっていうのは、もうなんか1キル1ですを目指す戦術もまあありっちゃありだね。もう本当になんかもう俺どうしようもねえ、俺毎日充電ね、もう充電してるのにコントローラーとマウスの充電ね、もうキャラ動かねえわこのゲームっていう人も、もうそんぐらいの地獄みたいな下手くそなやつでも道連れ覚えたら割とまあパーティー貢献はできると思うよ。本当にもう倒せねえって人はね。なんでこんな2対1になってんの。味方のオペレーターは残り1人。え、お前ら俺のために1人になってくれたのか。バレてる。いや奥行ったぞ、聞こえる聞こえる聞こえる、遠く遥か彼方に冷圧を感じるぞ。あ、気づいてないぞ。あ、あ、全部使ったガジェット。いや、これ低学歴、低学歴って言っちゃった。この人バカ、いや違う、この人今勘違いをしている。すごいぞ今本音がもうピークしまくったけど今耐えたぞ。あ、ちょっと待って、そっから逆側入んの高学歴すぎない、やばすぎるそれは。
え、本当に1対1負けたくない。延長マッチポイントでこれ負けたら俺この武器持って負けたら先輩だし、俺勘違いされるのだけは本当に嫌だ。あれいない、あ、いた、あ、よっしゃ、うわ強っ。え、ちょっと待って、なんか単純に壁抜き能力エグかったんだけど。はい、ということで皆さん、エラショットガン使ってみてください。メルトンでした。バイバイ。